竹山駐屯地は神奈川県横須賀市三行き浜1-1及び2から1に所在する東部方面混成団等が駐屯する陸上自衛隊の駐屯地。前身に旧海軍の竹山海兵団を持つ海上自衛隊横須賀教育隊航空自衛隊竹山分屯基地が隣接しており敷地は一体となっているほか一部の施設は共用されている。また 空自竹山分屯基地は、すぐ南側の横須賀市長井町大原に飛び地を、有する。中屯基地司令は、陸上自衛隊高等高科学校長が、分屯基地司令は、航空自衛隊第一校舎軍第二校舎隊長が兼務。陸自、海自地区においては1年を通じて、新入隊員等の基本教育を行っており、例年3000名前後の学生が入居する。 東部方面混成団及び横須賀教育隊の自衛官候補正及び一般総候補正並びに高等高科学校生徒の1年生は全員制服での外出が義務付けられている。駐屯地南門駐屯地北門第31普通科連隊が浅霞駐屯地から移住。第1教育団例下の第104教育大隊及び第105教育大隊が廃止。 1> 第1教育団を廃止し、東部方面混成団を新編。第31普通科連隊が第1師団霊下から、東部方面混成団霊下に変合。第1広報支援連隊、第2整備大隊、第2普通科直接支援隊を廃止し、東部方面広報支援隊、第302普通科直接支援中隊を新編。ありがとうございます。